どうも皆さんこんにちは、ちゃんです。ちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今天这个影片呢是关于同居的影片。我跟文当正式同居的话，应该是从今年二月开始到七月，差不多是半年的时间。可是我们两个其实之前在东京的时候就有点是半同居的状态。虽然说文当没有整个搬到我家，可是其实几乎每天都在我家，就有点类似同居的感觉啊。那我从那个时候开始算的话，就差不多已经两年了吧。我们两个其实不太有因为同居吵架的情况，所以呢，之前就是想说要不要拍这个影片。可是现在就觉得说，因为我们两个同居了这么长一段时间，我们两个都不太有吵架，那我们就可以跟大家分享一下我们两个因为同居可能自己有调整的地方还是有改变的地方。結構ね、同棲したらさ、周りから喧嘩が多くなるとかさ、そうだね、相手の嫌なとこが見えてくるとかさ。でも俺とルーちゃんそこまでないんだよね。生活レベルがね、俺とルーちゃん一緒なんじゃないかなと思って。俺とルーちゃんはもうお互いがどっちかが片付けたいって思った時に一緒に片付けようっていうタイプで、普段はそこまで綺麗じゃないんですよ。綺麗じゃなくても我慢できる。お互い、うん、なんかラインが似てる。そうそうそう、うん、そこは結構いいね。または自分が我慢できないになったら自分が片付ける。それでもあまり文句言わない感じなのかな、うん、ここら辺がお互い合ってんのかなと思うね。我们两个这里整理的八点是我们自己觉得我们有改变的地方，还是我们两个可能为了两个人感情更好同居而做的努力吗？这样子跟大家分享。じゃあまず一つ目、ででん、無駄遣いをしなくなった。まあ結構ね、一人暮らしの時はなんかこれ必要かなぐらいのレベルで結構買ってたんですけど、例えばさ、ワックスとか、ワックスとか俺いっぱい持ってるんですけど、なんかこれいい匂いだなと思ったらもうすぐ買っちゃう。無駄買いをしてたんですよ。まあルーちゃんと同棲して変わったことは、あ、ルーちゃんにまた同じの持ってるじゃんとか、私言われる、言いますよ。無駄買いって分かってて買ってたんだけど、まあ、そういうのはなくなりました。まあ、それは個人的には良かったなと思ってます。ルーちゃんがね、物欲なさすぎてね、俺もなんか物欲なくなってきて。でも食事とかは一緒にルーちゃんと美味しいもの食べたいなっていう思いが。ルーちゃんは物欲より食欲なんですよ。なんかどっか旅行行く時でも、次何食べる？なんかもう常に食のことを考えてるんですよ。私台湾の家族ね、毎週絶対みんな集まって美味しいもの食べに行くから、なので私も食べ物中心かな。あ、然后关于文章说那个無駄遣いなくなった、私が多分いいものを使うようになった。昔はあまり私お金使わないんですよ、お金がなくて。その多分昔からの習慣で、今お金があってもあまり使えない感じかな。普通の人が多く稼いだらやっぱり多くお金使うじゃん。でも私がとりあえず必要の費用以外は全部貯金する人。うん、だってルーちゃんの貯金ね、なんか徐々に増えてるもん。いつも安いものを選んでたんだけど、ルーちゃんの影響を受けたのかな、すごい評価とかいいものを探し出すんですよ。なので私も、ああ、ちょっといいものを使った方がいいかなと思って、安いもの買ってすぐ壊れるより、やっぱりちょっといいもので、なんか効果があって、いいかなと思うようになりました。やっぱ使い方にもよって、長持ちしたりとかするから、それを気をつけてたら、意外と高いもの買っても節約になったりとかね。いいものには、やっぱりそれほどのさ、性能がついてるから。それをやっぱ調べ上げて、詐欺もあるよ、やっぱり。ブランドだけ先行してて、中身なんもないみたいな。そういうのはやっぱ口仕込みとか性能とか自分で見て、結構ふーちゃんと付き合って世界がひどかった感じですよ。2番は寝る時間が遅くなりました。まあルーちゃんって夜遅いんですよ、寝るの。それにつられてやっぱ自分も一緒に話してたいなっていうので、ちょっと寝る時間が遅くなりましたね。自分は朝6時起きなんですよ。6時間寝たいんで12時は寝たいっていう頭なんですけど、いつも1時ぐらいになっちゃう。別にルーちゃんのために夜更かしてるわけじゃないけど、つられてね遅くなっちゃうイメージで、これもう勝手に寝るようになったもん。うん、我们两个常常会就是我滑手机可能会滑到2点但我可能就是还会做一些工作的东西就是蛮晚的，可是文章在旁边他还是可以睡觉，其实也蛮自然的啊，没有说他要因为我熬夜这样子。はい、続いて3番、ルーちゃんが洗濯をするようになりました。对。これはすごい進歩です。我从以前其实就很不会洗衣服，在台湾的时候，大学就是都是我把衣服带回老家，让我妈妈帮我洗。不知道为什么我对洗衣服就是有抗拒。之后文当他会帮我洗，就是我们家一直是文当帮我洗衣服。まあ最初俺が洗濯、まあ柔軟剤とか結構こだわってるんで入れて、それでルーちゃんが干す係。だったんですけど、まあルーちゃんが干すのを忘れて、なんかルーちゃんがちょっと洗濯の勉強し始めたんで、家に帰ったら怒るかなってちょっと怯えて勉強しました。ルーちゃんが自分で一から全部できるようになりましたね。まあ、あまりやらないんですけど、あんで乾かす側だからあくまで俺はもう柔軟剤とか入れる係。
他很有センス在选这一块。でも乾かすのはルーちゃん。正直に乾かすのが一番大変。そう。日曜日とか土曜日とかは午前中とかに洗濯して一緒に。なんか私の仕事っていう感じじゃなくて、二人で一緒にやるのがまた嬉しい。やっぱ一緒にやると効率がね上がるからね。結構二人で一緒にやるのが好きなんですよ。なんでも。そうね。それが喧嘩しないコツかもしれない。お互い嫌な気持ちじゃなくて、お互い一緒に楽しもうみたいな。ワクワクだなって。それがいいのかもね。四つ目。皿洗いをするようになりました。これはふーちゃんですね。そう、だからね、ルーちゃん最近料理をするようになってね、サブチャンネルでも結構料理してるんですけど、まあその中でね、皿洗いがね出てくるんですよね。大嫌いです。そうそうそう、まあルーちゃん嫌いっぽいから、皿洗いは俺の仕事だと思って皿洗いをしてます。すごい感謝してるんですよ。ありがとう。まあそれを全部やってもらうのも申し訳ないし、やっぱり協力してね。台湾はある言葉がある、3つの宝物で夫婦は喧嘩しない。皿洗い機、ルンバ、最後なんだろう。わかんない、覚えてない。あ、それあれば喧嘩しないってこと。そう、なんか家事で喧嘩しないって。いや、買う？うちも大丈夫、うち置くとこないんだから。また引っ越ししたら買いましょう。接下来是第五个，第五个是我们两个很会阅读对方的空气，如果感觉到对方有一点不爽的话，就会默默的去别的房间。这样。付き合ってもうすぐ5年だから、やっぱり相手が出してる雰囲気がわかるんですよ。自分が機嫌悪い時に、あ、話したくないなーっていう時は、もう自分で勝手にね、シュン、違う部屋に行って、でもそこで追求しない。そう。なんでそっち行くのじゃなくて、あ、今一人になりたいんだなみたいな。すぐわかるんですよ。そうそうそう。そしてもう自分も自分のことやり始める。そうそうそう。私も最近よくお母さんとか友達とか電話してくれるんですけど、まだ終わってないのとかも言わないし、お互いはそんな感じだから、あまり一人の空間になれないっていう感じはないのかな。そうね。あまり一人の時間が欲しいっては思わないね。急にいなくなっても別に何も思わない。そこら辺の放任的なところがいいのかな。第六个，台湾跟日本六不一样。日本はこれです。台湾はこれです。第六个是我们两个很会安排两个人一起的活动，就是我们两个很喜欢进行一些有仪式感的东西。例如日本每个礼拜五都会有个节目叫做 King Yo Lot Show， 就会播很多 A 歌或者是 Drama 那些重播，我们两个就一定会录下来，然后找个时间一起看。もし見たい番組映画とかなかったら、もうふーちゃんがやってる Amazon プライム一緒に見て時間を潰すみたいな。お互い一緒に何かをやるってのはね、楽しいね。お互い好きなドラマを進めたりとかで世界が広がるんですよ。もう最近もルーちゃんが10班出題すごくいいんですよっていうドラマをおすすめしてくれて、自分もちょっと見たんですけど、すごい感動的な話で自分もハマりました。もちろんね、それは強制的じゃないんですよ。俺も結構疲れてる時、ルーちゃんも疲れてる時があるんで、あれ今日疲れてるからやめとこうかっつって、あとあまり相手もし興味なかったらもう無理やり押さないって感じ。そうね。ゴールデンウィークの Amazon プライム見てたんですけど、ね、ずーっと仕事したんですよ、ルーちゃん。仕事しててルーちゃんが隣自分で漫画喫茶を作って、そうそうそう、ホーラー見てて自分でちょっと怖がってる感じ、また可愛い。そういうのあったね。最後に7つ目、7つ目はスキンケアをねちゃんとするようになりました。じゃあ、ルーちゃんがね、結構肌がすごい綺麗なんですよ。スキンケアしっかりしてるんですよ。やっぱ肌が綺麗な人って、スキンケアはしっかりしてる。で、自分がめんどくさいと思って、また自分が自分の肌悪くなってて悲しむから、じゃあ私無理やりでも起こそうって思って。寝落ちするんですけど、11時とか10時ぐらいに。まあ仕事疲れてるからね。そうそうそう。で、そのまま寝ちゃうんですけど、まあ何もスキンケアしないで寝てるんですよ。ルーちゃんが12時ぐらいに起こしてくれて、そこから起きて、スキンケアしてまた寝るみたいな。ちゃんとスキンケアをね、するようになりました。在这里真的是感谢厂商的支持，让我们文旦也可以慢慢找到适合他肌肤的东西。Duo ルーちゃんが使ってるんですけど、それを使わせてもらって、すごい自分にも合ってるんですよ。他的皮肤真的变超好的。以上就是我们两个整理，差不多我们同居自己有改变的事情，其实会比较容易吵架的，就可能对于家事啊什么的，我跟文丹比较没有这个问题，真的不是我们两个很会做家事，是因为我们两个对于整洁度的那个线非常的接近，所以我们比较不太会吵架。我觉得对我来说，同居最开心的事情，应该就是因为可以一直看到文丹，而且其实很有家的感觉，因为我的家人不在日本嘛，之前跟文丹没有像这样子很频繁住在一起的时候，就会觉得自己还是一个人的感觉，可是真的这样住在一起之后，就觉得哦，好像自己多了一个家人，觉得是一种心灵上的安心感。本当に最初は不安でしかなかったです。あ、不安だったの？いや、やっぱ友達からとか、やっぱ同棲するとね、相手の嫌なところが見えてきて、別れたみたいな。そういうの話も聞いてたんで、まあちょっと
ちょっと不安な部分はあったんですけど、まあでも俺とルーちゃんもともとすごい気も合ってるし、喧嘩あんましないかなと思って、実際楽しいですし、困難もあってもお互い一緒に乗り越えていくっていうのがすごいまたいいなと思います。そうですね、お互いあんまり自分の理想を相手に押し付けないのかな、なので嫌な部分とかちょっと汚い部分見ても良くないと思ってない。そうね、逆に可愛いとか思っちゃうから、多分それでうまくいってるのかなと思うんですよ。好，那就这样子啦。那我们这支影片就这样子，那我们就下次影片再见喽，大家再见，拜拜，拜拜 ，see you next time， 拜拜。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。